こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。アーサー・ウェリーという人のですね、漢詩の英訳をですね、読んでいますけども、ですね、これは、ですね、これもアーサー・ウェリーによるですね、五言律詩のですね、英訳になります。How I sailed on the lake、ね、till I came to the eastern stream by Lu Yu。 どうやって、湖をですね、船で、渡ったのか、イースタンストリーム、東の方の、運河ですか、に、来るまでに、ね、という、だから、湖を渡って、東の運河に行きましたということですね。はい。ちょっと、読んでみましょうか。Of spring water, 30 or 40 miles, in the evening sunlight, 3 or 4 houses. ね。このスプリングは、ですね、泉とか、いうですね、意味に、取りたいとこですが、実はですね、原文はもともと、春水と春の水ですね。だから雪解け等で、ですね、あるいはまあ、冬は雨があんまり降らない、ね、モンスーン地域ですから、春になって雨が よく降って、こう、水かさが増すんですね。ね、ですから、ですね、水が少ないときは陸地が多いんですけども、30、または40マイルズにわたってですね、水が、ですね、こう、溜まっていると、いうことですね。そして、夕日ですね、夕方の太陽、の光ですね、の中で、にある3、4軒の家、ね、というこれ文でなくてこれ単語になってますね。ね、春の、春の水の、3、40マイルにわたるですね、湖川ということですかね。それとですね、夕方の、太陽の光の中の3、4軒の家、ですね。そして、次ですね、3、4区ですね。Youth and boys minding geese and ducks ですね。これガチョウとかアヒルですね。ですね、世話をしているですね、若者や少年。ね。Women and girls tending mulberries and hemp。ね。これはクワですね。これ朝を、の仕事をしているですね、女性や少女をですね、いうことですね。で、the place, remote ですね、離れた、遠く離れたところをですね、their coats and scarves old ですね、古いですね、コートやですね、スカーフですね、そして、
the year fruitful ね、このその年はあですね、実りが豊かであるとですね、ということです。で、their talk and laughter gay ね、話や笑いはあですね、非常に陽気、陽気であると。ゲイというと、あのゲイなんですけども、ですね、男性の同性愛者、いうですね、このオールドとの対ですから、これ、形容詞なんですね。だから、まあ、それ、そういう意味もあるけども、ここでは陽気であるということですね。話や笑いが、ですね、陽気である。明るいと。ですね。それはまあ、放年満作であるね。嬉しいですから。ですね。で、the old wanderer moors his flat boat ですね。年老いた、ですね、まあ、旅行者ですね。旅人ですね。は、ですね、平らな小舟をですね、つないでですね、and staggers up the bank ですね、岸によろめきながら上がって、to pluck wisteria、フラワーズ。これ、藤の花だそうです。藤の花を摘んだと。ね。摘んでいるということですか。摘み取るということですね。これの元になるのが、ですね、陸遊のですね、湖に浮かびて、陶芸に至るとですね。三種連作の第一種になります。そうですね。それで、ですね、ね、春水六七里というのが、of spring water 30 or 40 miles ね。まあ、里というのは、まあ、500メートルですね。マイルでね、1.5 キロやったかな。あですね。だからまあ、だいたいこれの3倍ですから、どうなのかな ?6、7里言うと、3キロ、3、4キロですね。これ、30 or 40 miles って結構、長くなるんですけどね。ちょっと合わない気がしますけども。in the evening sunlight.ですね。three or four houses ですね。石油三しかですね。その通りですね。で、youth and boys minding geese and ducks ですね。児童ですね。は、ガオを牧すと。ですね。群れになったアヒルやガチョウをですね、連れていくと。ね。これ、連れていくみたいですね。本当に。この、夜の間は、ですね、小屋に入れて。そして、ですね、昼になったら、ですね、水辺に連れて行って、ですね、何十匹ものガチョウやアヒルをですね、連れて行って、そこで、飯食わすと、ということですね。はい。で、次ですね、women and girls tending mulberries and hemp ですね、婦女は、相馬を治むと、ですね、クワや朝のですね、世話をすると。そしてその次ですね。The place remote their coats and scarves old ね。
地壁にして、遺金古くですね、まさにこのそのまま並べてるんですね。The year fruitful their talk and laughter gate ね、年豊かにというんですが、この年という字もですね、実りとね、だからこれ、year にはそういう、意味があるんかな、実りと、まあ1年1回、実りがありますからですね、豊年満作、豊年というね、いう言葉がありますが、これは実り豊かであるということですね。実りが豊かである。で、笑い、喋り、やかましいと、いうことで、まあ、やかましいなんか、まあ、大きいということですね。まさに、この部分ですね。The year, fruitful.They are talk and laughter gay. ね。そして、老夫、小弟をつなぐと。ね。The old wanderer. ね。まあ、旅人にしてますね。moors his flat boat. フラットボート。ね。まあ、フラットいらないと思うんですけどね。平らな、ですね。まあ、浅い、ね、そこの浅い、いいですね、小舟ということですかね。最後ですね、半ば酔いて、藤の花、灯花を摘むと、ですね。and staggers up the bank ですね。土手に、いいですね、よろめきながら上がるということですね。まあ、酒を飲んで、ほろ酔い気分でという感じですけども、スタッガーにはそういうですね、意味があるんでしょうか。ちょっとわかります。よろめきながら上がると。ね、で、to pluck wisteria flowers ですね。藤の花を摘むというですね、いうことで、ですね。どうでしょうか。あですね。この詩、陸遊の詩ですけども、実は、ですね、こういうですね、雑誌に私以前投稿したことがあって、これは読遊会でですね、担当した詩をですね、まあ、雑誌に載せてもらったんですが、その中の、ですね、これですね、この詩ですね、ね、湖に浮かびて陶芸に至る三種その一と、いうですね、この詩ですね、担当したので、この詩は非常にこう私としては馴染みのある詩だったので、陸遊の詩は1万種ほどあるんですけどもですね、どの詩を訳したかですねその、アーサー・ウェリーが訳した詩ですね。陸遊については4種か5種くらいあるんですけども、それ以外はちょっと特定できないんですが、この詩だけ、この英訳の詩だけですね、私は特定することができたので、皆さんにですね、お示しすることができるんです。できました。ですね、英訳と、ですね、漢詩と、ですね、その英訳、そしてそれを日本語に訳すということで、ですね、なんか、ですね、直接、漢詩を日本語訳にするよりも、ですね、一手間多いんですけども、ですね。そういう風に訳すのかいうね、参考にもなると思います。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。